宇宙の帝王フリーザに忠誠を誓い、忠実なる兵士として働くサイヤ人たち。だが何も知らない彼らはフリーザの裏切りで抹殺される。仲間を殺され、故郷惑星ベジータをも消滅させられたサイヤ人バーダック。仲間たちの無念を晴らすため、悲劇の運命に逆らうため、サイヤ人バーダックはたった一人悪魔フリーザに特攻を仕掛ける。まだ何か用かい？ありがとう。宇宙一の戦闘民族サイヤ人、その誇りと一族の存続をかけて、たった一人でフリーザに挑んだ男バーダック。また派手にやりやがってな、あいつら。夢中になって暴れてやがるな。フリーザの命令に従い、星の地上げ屋として忠実に働くサイヤ人たちであったが、ある日フリーザの命令でとある惑星へ向かった仲間たちが何者かに惨殺されてしまう。いて、トーマ、何があったんだ？そこでバーダックは死に行く戦友トーマからフリーザの裏切りという事実を知らされた。てめら、今度は貴様が死ぬ番だ。
バーダックを襲ってきた男たちは明らかにフリーザの手下であった。なぜだ。仲間たちの死、そしてフリーザの手下たちの襲撃。やがてバーダックが抱いた疑惑は揺るぎない確信へと変わる。少し遊んでやってもよかったんだが。くそ、俺がこの俺が未来を変えてみせる。惑星ベジータの運命、自分の運命、そして息子カカロットの運命。バーダックはその全ての運命に逆らい、単身フリーザに戦いを挑むのだった。
よーい、はじめ。始めましょう。これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、そして貴様の運命も。これで最後だ。
バーダックの奮闘も虚しく、フリーザの一撃が全てを奪い去る。サイヤ人の仲間たち、惑星ベジータ、そして自分の命までも。薄れゆく意識の中、バーダックは最後の幻覚を見る。カカロットよ、俺の意志を継げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をおめえが討つんだ。こうしてバーダックの戦いは終わった。だが、この男の戦いから偉大なる悟空伝説が幕を開けるのである。